ショーコロでございます。本日ももう暗いよ。4時42分でございます。寒いね。ちょっと大声でも出しますか。私あんま声を張らないんですけど、でもなんか隣の隣の隣になんか人乗ってんな。こんにちは、ショーコロです。反応なし。本日が11月の26日でございます。いつもはねその日見ていただいてる動画の前日に撮ったものを基本的にはこう上げていってるんですけど、大阪帰りますので編集がなかなか追っつかないであろうということで、12月の頭2日3日ぐらいまでなんか撮りだめができればいいなぁと試行錯誤しております。なんか今日はね、今日はっていう言い方をもうやめた方がいいね。26日は北海道が氷点下になったとかならないとか、僕のユーザーさんでも北海道の方いらっしゃるんでね、生きてますか、暖房ガンガンですか。僕もねダウン出したんですよ。ダウンが4着か嘘3着か、まだ周りがダウンを着てない時に着ていても恥ずかしくない。簡単に言うとユニクロのすっごい細いダウンあるでしょう、あれのパタゴニアバージョンです。それはもう秋口から着ても周りに違和感を与えない、ザ・ダウンっていうモコモコふかふかっていうやつじゃないので、それを通り越え、まあそれはずっと通年着れるんですけど、そうではなくてもっとダウンダウンしたやつでラルフローレンで、なおかつ雪が降ってきたよ、雨が降ってきたよ、でも大丈夫なダウンとして、あのコットンとナイロンがなんか30、60みたいなアウトドアのダウンでも本当にがっつりもう家から出たくないけど行かなきゃいけない、そういった時のために N3B が控えているという形ですね。出してしまうと早く着たいが、私はねこう手湿疹なんですよ。手湿疹わかんない人は Google 先生に聞いてください。あの奥様方がよくあの寒い時期に手洗いしたらさ、この辺ひび割れるでしょう。なんかそれと似たような感覚で、この第二関節のこのところのこの亀裂がすげえ痛がゆい、手のひらがすごい赤くなって痛がゆいっていう病気なのかな。でそういった症状がね冬になると出ちゃうので、ちょっと対策を早めに取らなければいけないんですけど、そんな形でございます。これをアップしている頃には僕はスターウォーズあんまよくわかんないからあれだけど、小林くんが作るって言って置いてた段ボールで作るなんかスターウォーズの仮面、ダースベイダーじゃない白いやつのを実際もう作り終えた形です。それがちょっとパートが長いので分けていますが、でそれをね小林くんがやるときに、小林くん早く作りなよって話題振っちゃったんです。僕その時に、あそうだって彼も思い出して、作りますなんていう話をしてる時に、いやどうせだったらカメラ回そうよってなって、だけど小林くんいなかったから寺島くんと一緒に作ったんですけど、そしたらだよ、そしたら20だから撮影日的に25日に作ったのね。なんですけど26日、今日も小林くんがいて、僕はあの絶対小林くんに作った完成品を見られる前に動画で知っとけみたいな、なんかそういった形を撮りたかったんで、みんなに口裏合わせて、知らないもう捨てちゃったんじゃないみたいな感じを装ってもらってるんですよ。みんなにどんまい小林くんっていう感じ で動画のネタになるようなものを、会社に置いてある方がいけない、なのね僕が目にしたら僕が作るに決まってるじゃないですか。今日はそんな感じの動画で終わります。もう暗いな、本当にこの時期撮れないな。ではショーコロでございました。また明日。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。